ガタムテラジオ。ソロプレイヤーの皆さん、こんにちは。モコッチこと黒木智子を演じています、吉田泉です。この番組は現在放送中のテレビアニメ、私がモテないのはどう考えてもお前らが悪い、通称ワタモテの魅力や裏話をお届けする、ソロプレイヤーのソロプレイヤーによるソロプレイヤーのための番組だということで、新番組スタートしました。一人寂しいですね。一人喋りの番組、コーナーとかはあるんですけど、こうちゃんとやるのが初めてなもので、どうやるんですかね、一人喋りというものは、ということで探り探りやっていきたいと思います。ということで、早速テレビアニメ、私がモテないのはどう考えてもお前らが悪いの放送がスタートしました。早い地域ではもう第2話まで放送されているようですが、皆さん第1話第2話見てくれましたか？いろいろ大人の事情というものがありまして、まだアニメの鑑賞が紹介できませんね。でも第1話第2話を見てくれた方、感想をどんどんメール送ってください。来週以降にきっと紹介していくと思います。ということで、ソロプレイヤーというのはですね、簡単に言うとぼっち、ぼっちのことです。でもソロプレイというと明るいかっこいいことになると思いませんか？私もね、高校時代はいろいろぼっち伝説があって、よく学校抜けて電気屋さんの階段で一人で黄昏れていたな。あれは、いやー、友達がいない学校、いやー、私にはちょっと耐えられなくてね、いろいろありましたけど、それをソロプレイとこの番組では呼んで、ポジティブに生きていきたいと思います。このラジオではアフレコの裏話とかその他いっぱいお届けする予定なので、お楽しみに。皆さん最後までお付き合いよろしくお願いします。ワタモテラジオ、モテないし番組始めるか。ワタモテラジオ、この番組はワタモテ制作委員会の提供でお送りします。ワタモテラジオ、本当にこのラジオ聞いてるやついるのかよ。モテないしメール紹介するか。さあさあ、全国のソロプレイヤーの皆さんから届いたメールを紹介していきたいと思います。ソロプレイヤーネームですね。なんだこりゃ、ソロプレイネームか。なんか微妙な名前ですね。ソロプレイネーム、神宮さんからいただきました。ありがとうございます。伊豆様、新番組おめでとうございます。ありがとうございます。一人で喋るラジオは初めてでしょうか。ラジオを聞いてるときって大抵一人なので、ソロパーソナリティ、ソロリスナーが合わさって、まさにワタモテらしくソロプレイヤーラジオですね。あ、確かにそうですね。周りの人から、モコッチってあんたまんまじゃんと言われたそうですが、主人公のモコッチと伊豆様の共通点が、このラジオを通して分かっていけたら嬉しいです。そうですね、周りの人、家族とかからはまんまじゃんですね。私割と多分今でも家族から女として見られてなくて、姉の中ではずっと私は少年の初太のままらしいんですよね。今でも組んだし、こんなずっと喋り方で生きてたので、なんかね、家ではそうですね。でも私表に出るとちゃんと、もう年も年なんで、女性らしくお姉さんらしく振る舞おうと頑張ってるので、みんなにはあんまりもこっちっぽいところは見せてないかなと思うのですが、このラジオではたくさん見せていきたいと思います。もこっちと似てるところ、共通点は、第1話が放送されたので第1話からいくと、マックとかに行って店員さんと喋れなくておどおどとか、男の人と喋れないとかありましたね。私今高校
でも多分後半だと思います。こんな気さくに誰かとこう人見知りをしなくなる。でもそれまですっごい人見知りして、親戚とも喋れなくて、だからこうお姉ちゃんは結構親戚とも喋れる人だったので、お姉ちゃんはしっかりしてるわね、あなたは、みたいな感じな子供でしたね。あと美容院とかに行って、お母さんの担当と同じ人をつけられたりするじゃないですか。でその人がなんかまあ割とあの頃で言うとイケメンなんですかね。まあ全然思わなかったですけど、その人とかに切ってもらうのが本当に恥ずかしくて、もうなんかちょっとこうどうしますかって言われるだけで赤面しちゃって、いや何でもいいですみたいな感じに言う子だったので、似てますね。だから自分で髪切ったり、お母さんに中学とかもずっと切ってもらってましたね。なので、もうこっちも安心しなさい。あと何年かで話せるようになるよ。ああ、私が話せるようになったきっかけ、アルバイトかな。アルバイトした。なんかこう配ったりとかする。バイトをするようになって、普通に人とお話をできるようになったよ。オーイエー。続いてのお便りいきます。ソロプレイネーム、コレニキ X さんからいただきました。ありがとうございます。わたもてアニメ化おめでとうございます。ありがとうございます。僕は先日、ゲーマーズでの上映会でワタムテ1話を一足早く拝見させていただきました。いいですね。アニメはとても丁寧に作られていて、漫画では見ることのできない動くモコッチを見ることができてとても良かったです。アニメのモコッチが小さくて可愛らしいこと、可愛らしいこと。そして、地上波なのに割とギリギリなセリフの数々。あー、確かに。しびれました。オープニングも、ヘビメタル風味でかっこいいですし、エンディングもテクノポップ調で可愛かったです。早く続きが見たいです。ではでは。PS。最初の挨拶にモコッチが出てきたのには驚きました。写メを撮っても OK ということで、パネルと共に写真を撮りました。おお。ほんとだ。モコッチが撮影会してる。すごーい。この衣装、着たいですね。このズラ。かぶりたいですね。このポーズしてみたいですね。どっかでできるかな。あ、そう、オープニングね。ヘビメタルな音楽にどうなるんだろう、映像って思ってたら、すごいの。かっこいいの。なんつうんですか。いや、中身の、アニメは想像ができないぐらいな、別作品だろうっていうぐらい、なんだろ、今からバトルが始まりそうな、超ヘビメタルになって、あと歌声ともこっちの口が合ってたりとか、いろいろなんか、私最初見た時3回ぐらいこう繰り返してずーっと見てたんですけど、いやー、いいですね、あの歌。頭に流れて、さっきも口ずさんでたんですけど、あ、エンディングもどうでしょうかね。いや、歌はさておき。あの映像めっちゃ可愛い。テクノポップ調って言うんですね、あれ。初めて知った。ああ、でも、あの歌本当は最初、レコーディングの時に、キーが低いバージョンと高いバージョンと、あとさらに普通に、淡々とというか、可愛く歌ったバージョンと、ゲスゲス超もこっち風に歌ったバージョンっていうのをなんか4パターンぐらいやったのかな？の中で、こう、キーは最初どっちにしようみたいになった時に、今が放送されてる方が高い方なんですけど、まあでももこっちもっと声低いよねって言って下げたんですけど、いや、あの歌詞、アホかとか、なんか、なんとかだろうって言ったりとかを、低い歌でやったら本当に、ただの悪口を言ってる 歌みたいな、結構えげつない歌になって、怖かったんですよね。で、こう外に出てディレクターの方とこう聞いてて、いや、ちょっとこれ、なんか怖いですね。なんか嫌な声に聞こえますね。って言って、キーが高くなって
て、だから多分アニメよりちょっと高い感じに歌ってて、で、普通に歌ったのと、最初こう、じゃあ普通に歌ってくださいって言われて、普通に歌ったら、あーみたいな感じで で、次じゃあもうこっち、バリバリもこっちで歌ってくださいって言ったら、よし、こっちだねみたいな、一発で決まったぐらい、多分普通に、なんかもうこっちが普通に歌うっていうのが、なんか、まあ割となんか私も違和感があったり、ていうか歌が上手い人に見えないですよね。そうだから、あんまり音程もちゃんと歌わないように、あんまりこれ以上音符のこう譜面を見て練習しちゃいけないなって思って、なるべく上手くなく歌ったキャラソンでした。でも多分、なんか、ああ、私の地声って、もうこっちに近いんだなって思った。なんかレコーディングでしたね。なんか普通の今まで歌ってるキャラソンとかよりもなんかすんなり歌いましたね、もうこっちのキャラソンが。そんな発見があったレコーディングでございました。可愛らしいですね、もうこっち。ありがとうございます。ではでは続いて、ソロプレイネーム K ベースさんからいただきました。ありがとうございます。井戸様こんにちは。こんにちは。わたむてアニメ1話、上映会で見ました。もこっちいいですね。会場が何度も笑いに包まれてましたよ。それにしても、わたむては、ほぼ伊豆様が一人で喋ってますね。アフレコ大変じゃないですか。それと、監督からは何か演出を受けましたか？そう。そう。そうなの。一人で喋ってるの。いや、なんか漫画読んでて、いや、本当にこれはもうこっちが一人で喋ってるなって思って。まあ、でもアニメになったら、なんかやっぱりこういろんなキャラが出てきたりとか、ゆうちゃんとか出てくる回とかがこういっぱいあるのかなって思って1話の台本いただいたら、本当にずっと喋ってて、おお、本当に漫画忠実に再現してると思ってたら、の時に、音響監督さんとかに、あ、2話以降もずっとこんな感じなんで頑張ってくださいって言われて、あ、頑張りますみたいな、すごい気合が入りましたね、1話にして。アフレコ。でも、なんかやっぱり、普段言わないセリフとか、普段出さない声とか、まあすごい叫んだりとか、そういうのがすごい多いので、なんか、アフレコはすごい楽しいですね。多分、普通に生きてたら、こんなの喋らないし、吐かないし、漏らさないし、何も しないことをしてるので、アフレコは大変だけど、めっちゃ楽しいです。あとね、監督さんからは、そうだな、まあ、ぐちぐち結構ひどいことをこう言ったり、するので、まあ心の中の声ですけど、まあクズだの、死ね、バカチロ、エンドモア。だから、それが嫌な子に聞こえないようにっていうのと、あと、まあ普段はおどおどしてすごい喋れない子だけど、モノローグは、まあみんな心の声は、まあ普通に喋れる子っていうので、そんなになんか、変な子を意識しないでくださいって言われて、普通の女子高生っていう感じですって最初に言われましたね。あとは何でしょうね。あ、叫び声とか、なんかちょいちょいの、うおーみたいなやつを、可愛くじゃなくて、気持ち悪くやってくださいみたいな。だいたいほとんどなんかその、何でしょうね。息じゃないけど、なんか、大人のゲームをしている時とか、大人のゲームじゃない、これただの乙女ゲーだった。乙女ゲームを やってるところとかの息も、まあ、可愛くじゃなくて気持ち悪くっていう。ああ、そうですね。一巻にある、あばば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 みたいなやつも、最初なんか、ちょっと、わあみたいにやっちゃったら、いやいや、そこは、あばばばばばばばって低い声で言ってくださいって言われて、あばばばばばって低い声でやったりとか。でもすごい、漫画に多分すっごい忠実ですね。一言一句。なので、ちゃんと一言一句正しく言うようにっていうのを気をつけたりしております。
はい。皆さん、たくさんのお便りありがとうございました。どうせモテないんだし、これからもどんどんメール送れよな。わたモテラジオ、お願い聞いて。モテないし、ソロプレイヤー認定するか。こんなことしてるけど、もしかして私ってソロプレイヤーですか？ソロプレイヤーとして生きていくためにこんな技術を身につけた。そんなソロプレイヤーの皆さんからのメールを紹介し、そのメールの内容が立派なソロプレイヤーか、もしくはソロプレイヤー予備軍かを判定したいと思います。きっとみんな心当たりがあるよね、ソロプレイ。うん、ある、きっと。ではでは、そんなソロプレイさん、ソロプレイネームカイザーとロスクさんからいただきました。ありがとうございます。学校であんまり声を出さないので、出欠確認の時の返事で久しぶりに出した声が裏返ってしまう。なるほどね。私もよく声裏返るんで、なんとも言えませんけど。あ、でも学校で声を出さない。かわいいんじゃないですか、裏返って。すごい、まあ、なんとかこの人をフォローしてあげようと思ったんだけど、フォローする言葉が見当たらない。君は立派なソロプレイヤーだー。ああ、頑張って生きてください。ああ、学校で声出さないか。あ、じゃあそれはあれだよ、あれだよ、あれだよ、授業で積極的に手を挙げればいいんです。そうだ、ちゃんと手を挙げて答えればきっと声も慣れてくるだろう。ということで、続いてソロプレイネームゆたさんからいただきました。つい先週一人で映画を見に行った時、ロビーで親戚のおばさんに出くわしました。つい友達と見に来たと言ってしまいました。しかし、なんと見に来た映画が同じで一人で来たのがバレてしまいました。言い訳した自分が恥ずかしくて全然内容が頭に入りませんでした。え、なんで一人で映画普通に行きますよね。え、ねえ、まああんま行ったことないけど。あ、でもアニメの映画とか一人で見に行ったりしたな。こう大学時代とかそんな友達いないんで誰も一緒についてきてくれないから、よく一人で見に行ってましたけど、でも映画は一人で見た方が私はいいと思いますけどね。そんな、あれってことは、でもこれおばさんも一人なのかな。あ、おばさんは違うのかな。いいじゃん、私は一人で来たって言えばいいじゃん。それを隠すその心が悪い。素直に生きていこうぜ。ということで、あなたはソロプレイヤー予備軍だ。残念でした。続いてソロプレイネームロブスターさんからいただきました。ありがとうございます。僕は某ポケットなモンスターのゲームを、ほとんど言ってるなこれ、一人で通信交換しています。ゲーム機を2台並べ、ソフトも2種類買ってのプレイングです。たまに2台同時にプレイしたりもします。僕はソロプレイヤーでしょうか。いや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 、私だってカードゲームいつも一人でやってるっつーの。しかもオンラインじゃなくて普通のカードゲームをちゃんと2個デッキ用意して、右に行ってやーやって、左行ってわーやって、わかったみたいな、そんなことをしてるから、私もしてるから、あなたは別にソロプレイヤーではないよ、ビグンです。でもこれみんなやってんじゃないんですか。え、やってない。あー、そうですか、皆さんはやっていないそうですね。じゃあ私もソロプレイヤーでした。続いてソロプレイネームケロリンパさんからいただきました。ありがとうございます。携帯電話に登録されてる女性の電話番号が仕事関係の人を除くと母親のものだけでした。
あ、男性から言う女性ってことは異性の番号がってことですよね。安心しろ、私も事務所の森島としかほとんど連絡は取ってない。あと会社の人、働いてる人以外いない。てか私大学もサークルにも入ってなくて女子大とかだったし、高校の友達とは私携帯電話なくして番号変えてんので誰とも連絡取れなくて、声優さんになってから男性に番号聞かれたことがありません。声優さん、男性声優さんの番号も一切知らないし、ここにいるスタッフさんもあんまり知らないしそうですね。あー、これ普通じゃないですか。むしろいいと思います。そんな異性のアドレスやらなんちゃらいろいろ登録して電話帳何百件とか自慢してる人はビッチだ。あなたはとてもピュアな人間です。ということで、全然ソロプレイヤー予備軍ピュア君だよ。はい、ソロプレイヤーと認定された皆さん、頑張って生きてください。皆さんはもしかして自分でソロプレイヤーかもと思い当たることがある人はどんどんメール送ってください。以上、モテないしソロプレイヤー認定するかでした。わたモテラジオ、別に聞いてくれなくても悔しくねえし、モテないしソロプレイできる遊びでもするか。皆さんから送っていただいた、一人の時ついついこんな遊びをしています、こんなソロプレイがおすすめですというオリジナルの遊びを私がスタジオで実際に遊んでみるコーナーです。本当に一人遊びですね。あー、でも一人遊びで楽しむことちょっといろいろ知りたいです。それでは早速メールを紹介しましょう。今回は番組初回ということでスタッフさんからのメールを紹介します。ソロプレイネーム J さんからいただきました。我が家で一人の時にたまにあるソロプレイです。その名もラッキー気分ゲームです。まず自分の財布から千円札を取り出し床に置きます。しばらく千円札から視線を外します。その後何気なく視線を床に落とします。やった、千円拾ったと言いながら千円札を拾ってください。自分のお金なのにすごくラッキーな気分になります。立派なソロプレイヤーですねこんな遊び一人で家でしてるの大丈夫ですか。まあやってみますかてなことで、マイウォレット千円を出して、この千円を落っこどす、あ、床に置く、落っこどす、ほいーん、落っこどしました。いやー最近暑いですよね。どうですか皆さん。いやーほんと汗が、あれ、やった、千円落っこってる。嬉しいな、1000円儲かっちゃったな。あ、これさ、逆にクレジットカードとかだったら嬉しいんですかね。ちょっと落っこどしてみてくださいよちょっと落っこどしてみて、あ、じゃあ1000円落っこどしてみてください。今作家さんの1000円落っこどしてみてください。うん、いや最近暑いですよね。いや背も垂れてきて、もう髪もうねうね、あれ、お、そんなところに千円が落っこってる。やったー、もらったもらいました、千円を。しかもピン札来た、ピン札来ました。あー、野口ちゃん会いたかった。これですよやっぱこれが一番嬉しいんじゃないですか。じゃあこれで後でちょっと私ラーメン食べ行くんで、ありがとうございました。
あ、こんなことやってはいけませんね、皆さん。これはかき揚げというもので、後でスタッフみんなで分けたいと思います。これは楽しくない。まあなんか気分が塞ぎ込んだ時にまた家でやってみたいと思います。ではでは、続いてソロプレイネーム菊池 D さんからいただきました。電車などに乗ってる時によくやるソロプレイです。お、手すりなどのネジのプラスの部分に指をギューッと押し当てて、指にプラスマークをくっつけて遊びます。綺麗にプラスマークがついたら気持ちいいです。バカじゃないの。ネジに押し当てて、そりゃプラスつきますよ。で、あー、やってみればいいのか。もしかしたらすごい楽しいかもしれない。ではここにネジが1本ありました。カタンゴトーン、カタンゴトーン。あ、こんなところにネジが。あ、これプラスじゃなくて星のマークだ。あー、痛いよ。痛いんですけど、何ですかこの痛みが。気持ちいいってこと？ド M か？なんだ？え、これ何が楽しいの？ついた！跡がついた！うわぁ！跡がついた！うわぁ！すごいすごい！あー、楽しかった！以上、皆さんもこっそりとソロプレイを楽しんでる遊び方を教えてください。以上、モテないしソロプレイできる遊びでもするかでした。モテないし告知するか。まずはテレビアニメ私がモテないのはどう考えてもお前らが悪いの放送情報です。テレビ東京は毎週月曜日深夜2時5分にオンエア、テレビ愛知は毎週火曜日深夜2時35分にオンエア、テレビ大阪は毎週金曜日深夜2時40分にオンエア、ATX は毎週火曜日夜11時にオンエアです。さらに ATX ではリピート放送もやっています。毎週木曜日午前11時から、毎週日曜日朝5時から、毎週月曜日夕方5時からとなっています。そしてブルーレイ DVD1 巻が10月2日に発売します。今のうちに皆さんカレンダーに書いた10月2日書きましたか、書きましたか。そして第1巻は原作谷川ニコ先生の書き下ろし漫画が掲載されたブックレットなど特典満載です。などって書いてある、気になるところですね。2巻以降も11月以降毎月発売の予定ですので、詳しくはホームページをチェックしてください。そしてまた原作は購読無料登録不要のウェブマガジンガンガンオンラインで好評連載中です。コミックス1巻から4巻とアンソロジーコミックも絶賛発売中なので、ぜひ皆さん買ってください。以上、わたもて情報でした。ファタムテラジオ、そろそろお別れのお時間が近づいてきました。この番組では皆さんからのメールを募集しています。ファタムテの感想、私へのメッセージや質問、ソロプレイヤー認定のコーナーへのメール、ソロプレイできる楽しい遊びなど思いついたらどんどん送ってください。メールは番組サイトのメールフォームからお願いします。今日失礼なことを言った数々のソロプレイヤーの皆さん、本当にすみませんでした。まあご褒美だと思う人は思うがいい。一人ラジオ、いやーまあ一人なんで、皆さんからの超面白いメールや超面白いメッセージとかがないと、
超面白い番組になっていかないと思うので、ぜひ皆さん超頭の中で考えて考えて考えまくって出てこないかな、サクッと思いついたらどんどんお便り送ってください。あ、なんかコーナー、こんなコーナー面白そうとかもお願いします。そう、ここで大事な情報がございます。7月の28日ワンダーフェスティバル、通称ワンフェスですね、幕張メッセで行われます。こちらに、こちらのグッドスマイル&マックスファクトリーブースでなんとイベントをやることになりました。わー、ソロプレイですか、どうでしょうね。お、衣装着れるじゃないか、もうこっちの衣装。いや、詳細はですねホームページを見れば載ってるかな。続報を待て、7月28日もちゃんと書いておいてください、カレンダーに。はい、今回のわたもてラジオはここまでです。お相手はきったいずみでした。どうせ待てないんだし、次回もちゃんと聞いて。わたもてラジオ、この番組はわたもて制作委員会の提供でお送りしました。